今朝、初めて練習を公開した楊大寛選手。11日に新潟入りすると、翌日から教育リーグに帯同しない残留組の選手と汗を流してきました。そして今日午後、入団会見に出席。オリックス新潟アメリカ人氏というチームに入団できたことをすごい嬉しく思っています。これから、若い選手と楽天監督の下で、今年から二軍戦でこう全力で 100% の力を出せるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。台湾出身の37歳、日本ハム10年、巨人5年、 NPB 通算15年のキャリアを積んだ後、去年までの2シーズンはアメリカ独立リーグに参戦。そして今シーズン、新たなチャレンジの場に選んだのがオイシックスでした。もちろんね、プレーヤーとして勝負の気持ちでやっていきたいなと思ってるんで、後輩からもし何か質問された時ももちろん押しますし、ね、他の球団に負けないように全力でやっていきたいなと思ってます。まあ、私が持っている楊選手のイメージとしては、もう本当札幌ドームでね、カモシカのように走り回るというイメージがあるんです。つい最近まで経験した選手も言葉としていろんなものを伝えてもらいたいなというふうに思いますし、新潟のチームのいい流れというか、そういったものを築いていってもらえる、そういった役目も担ってもらいたいというふうに思ってます。 NPB 一軍経験者の一人として、チームの勝利への貢献を誓います。新潟の皆さん、そしてね、アビレックスのファンの皆さん、チームを応援して、まあ、選手にも応援してもらえたら嬉しいですし、ぜひ応援来てください。よろしくお願いします。